ミランダ・テイラー・コスグローブは、アメリカ合衆国の女優、声優、シンガー・ソングライター、ドレイク女子のメーガン・パーカー役、および、アイ・カーリーの主人公カーリー、シェイ役で知られる。1993年5月14日、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれた。3歳の時にタレントエージェントに発掘され、幼少時から、マクドナルド、 メローイエローなどといったコマーシャルに出演し、モデルとしても活躍していた。2001年にヤングスーパーマンの第一話に出演して女優デビューする。2003年お嬢様キャラの優等生サマーを演じたスクール・オブ・ロックで映画デビューを果たした。2013年の10周年記念イベントでキャストスタッフが再会を果たしている。2004年にニコロ・デオンのコメディドラマシリーズ。 ドレイクジョシュで、主人公、ドレイクの妹メーガン役に選ぶ。テレビアニメーションの声の出演で2004年はツニュー、new? スクービー・ドゥ、や2005年、ディズニー・チャンネル、リロースティッチ・ザ・シリーズがある。2005年、ファミリー映画、ヘレンとフランクと18人の子供たちに出演。2007年コメディドラマシリーズ、アイ・カーリーの主人公、カーリー役に抜擢された。なお、 アイカーリーの出演料は1話につき18万ドルで、テレビに出演している子役としては2番目の高さである。テレビで最も稼いでいる女性子役としてギネスブックに掲載されている。2012年まで放送が続いたアイカーリーは2009年から3年連続キッズチョイスアワードで受賞するなど人気を博した。テレビ作品ではゾーイ百一、ジャスト・ジョーダン、アンファビュラス、 ネイキッドブラザーズバンドなど、ニコロデオン作品の出演が多い。2010年ニュートロジーナのブランド大使に任命され、広告等を務めた。翌年、事前事業のためのトートバッグのデザインを行い、売上収益の中から、教育機関などへ寄付されている。2010年アニメーション映画、怪盗グルーの月泥棒 3D で孤児の長女、マーゴの声を務めている。2013年、 続編となる怪盗グルーのミニオン機器一発で再び声の出演をしている。2011年6月、ドリューバルモアが監督するプロモーションビデオ、アワーディールに出演。同年秋、アイドルスター役で法律ドラマ、グッドワイフにゲスト出演した。2015年アニメーション A エマウステールでドレイクベルと共に声の出演をしている。 同年の主演ホラースリーラー映画ザ・イントルーダースで恐怖体験するローズ役を演じた。同年5月に NBC のコメディドラマクラウディットが発表され、フロリダに住むパトリック・オーバートン演じる父とキャリー・プレストン演じる母の元に戻ってきた娘の一人を演じている。2018年9月、DJ マシュメロの楽曲ハッピアーのミュージックビデオに出演した。 マッチミュージックビデオアワード2007年にレコーディングしたアイカーリーの主題歌 Leave It All to Me で歌手デビューする。12月18日にリリースされ、全米シングルチャートビルボード Hot 100で第100位となる。ポップ100チャートで第83位となる。2008年6月10日にアイカーリーのサウンドトラックがリリースされ、全米アルバムチャートビルボード200第28位。 トップサウンドトラックスチャート第2位、トップキットオーディオ第1位を獲得する。2009年2月に About You Now がリリースされる。先行シングル About You Now は、ビルボードホット100第47位、ホットデジタルソングズ第35位となる。2010年4月、米国でソロスタジオアルバム Sparks Fly がリリースされ、初週に。 約3万6千枚売り上げ、ビルボード200で第8位デビューする。3月にリリースされた先行シングル、キッシン U は、ビルボードホット100第54位、メインストリームトップ40第19位、ホット、デジタルソングズ第29位、ホット100エアプレイ第68位となる。50億枚売り上げた、キッシン U は、アメリカレコード協会からゴールド認定された。 アルバムは日本で2011年6月22日にリリースされている。2011年1月から全米ツアーダンシングクレイジーツアー公演を行った。同月シングルダンシングクレイジーをリリースビルボードホット100で第100位となる。3月ハイメンテナンスをリリースしビルボード200で第34位ヒートシカーズソングズ第20位となる。 2011年8月11日、乗車していたツアーバスの事故により、足首と小指を骨折する重傷を負った。2012年1月24日、アイカーリー第2作目のサウンドトラックアイスウンドトラック2がリリースされる。全米アルバムチャートビルボード200で、第157位、トップキットオーディオ第3位、トップサウンドトラックス第6位となる。ドレイクジョシュや、 アイカーリーの共演者とプライベートでも親しく、特にジェネット・マッカーディを親友として挙げている。マッカーディもコスグローブについて、優しくて陽気で頭が良い親友と語っている。2012年10月、3つのベッドルーム、270平方メートル、1952年に建てられた伝統的スタイルの家を265万ドルで購入。一人っ子であり、 小学6年生からはホームスクーリングで学習した。2012年の秋に南カリフォルニア大学に進学した、怪盗グルーのミニオン機器一発映画プレミアプロモーションシングル編集。ありがとうございます。